大家好，我是阿维兰奇的某 A， 欢迎回到 Astabreed 的最后一 P。 本片两 P 就录完了，内容的确短了点。上一 P 是到 SDF 舰队已经破坏了移动火星的中枢，而菲奥准备去救伊斯特时反被伊斯特控制了，接下会怎么样呢？我们接着玩吧。ここはうちは初めてだったか、コゾグラートさん。気にするな、走馬灯ってやつだ。俺来たよ。立派に戦えてるだろ。何言ってがる、うちの娘どもにコテンパンじゃねえか。だいたいお前何しに来たんだよ。何しにって、戦いに決まって。戦いね。それで今何しようとしてるか分かってんのね。だからお前は小僧なんだよ。でもあんたは、あんたはもう死人のせいにするんじゃねえ。てめえはてめえで考えるんだよ。
マジに俺を追っかけたやつはお前だけだった。嬉しかったぜ。そうか、俺は。殺す前に一応聞いておくわ。どうしてそれを壊さなかったの？壊せないよ。どんな姿だろうと、俺たちは同じ父親を持つ家族なんだ。何を言い出すの？ここに来るまで俺も見失ってた。俺たちに本当に必要なのは戦いなんかじゃない、帰る家だ。そうだろ？いいよ。どうして？確かに今の私たち望まない姿なのかもしれない。だって彼とここまで来られたこと、あなたがずっと姉さんでいてくれたことを、意味がないなんて私は思わないわ。
今の私たちなら生きたい私の私だけの憎しみルーナさんに世にはさせない。決着をつけましょう。提督、何をしている。早く行ってこい。長くは待たせるな。ヤスノ、あの野郎どこへ向かってる。パイルーン母性、おそらくクイーンシステムを目指してるわ。クイーンなんてのがいるのか。あくまで例え、実際にはデータ同期のための中継機能といったところか。出兵機機体サンプルを持ち帰るためね。完全に出兵機に到達するためにな。あクイーンシステムを破壊すれば全てのパイルームを倒せるんじゃないのか。そんな、どうしてやりたいけど無理よ。すぐに別の場所で再構築されたよ。ウイルスでも流し込むとか。問題のある人はなるべく解除し、やはり再構築されるし、そのままやっとしてリアルな。ねえ、私の身に考えてあのね、試してみる。そうだ、だが姉さん、ここから宇宙の端々も侵略しているので許せない。見えた、クイーンシステム、たどり着かせねえ。さよなら、私のアーセンタート。
何を言ってるの。僕たちの権限で却下。いつも飾らない血統職を仮に速やかラハルの血統事実却下却下。消えなきゃもう終わるだろうが。こらディアブラは増えていく。あなたたちに個性を与えたわ。パイルーン全ての個体がクイーンシステムにアクセスするたびにディアブラは無限に分割されていく。強大な権限を持ったままね。使用上あなたたちは互いの存在を認め合うことができない。相互関係の中で成長することもある。一度始めた協議は終わらない。永久に。我々はあなたたちはこれからもこの宇宙に存在し続け。もう二度とその手足を動かすことはないでしょうけど。北尾さん、レッス。我々は、私は。2010年7月1日 ，SDF 凯旋回归地球。地球联合议会害怕被追究菲昂战争中的责任，将丹尼尔、奥伯利恩等 SDF 的数位高层军官以重要战犯名义将其逮捕。7月15日，军事法庭判决 SDF 高层军官处以死刑。8月3日，所属议长派的决战舰队准将伊古梅瑞迪斯·塞拉夫的遗留笔记被泄露。此前战争中地球联合议会的所有内幕皆已公之于众。11月26日，获得民众支持的反议长派抬头丹尼尔等 SDF 的高层军官被释放。从此政局斗争陷入混乱。2010年12月7日，地球联合解散。之后的权力争夺使世界再次进入混乱期。おもてなしできるようにしておくものだ。まして客を待たせるなど言語道断。客ってあんたかい。てか私服だっせー。ユーキスと名産能力を相手になかなかやるわ。てか私の腕も捨てたものではないな。ゲーム始めてんじゃねえよ。人は過去に縛られるものだ。悲しい記憶も美しい思い出も同じように今の判断を鈍らせる。分かってるって。将来ハゲても気にするなってことだろ。違う。グラートの背中を追うのも追わんのもお前の自由という話だ。そうだな。最近はいろいろ試してるよ。傭兵の道にも未練がないとは言わないけど、私も養父との関係ではいろいろと悩んだものだ。あんた養子だったのか。道理で気に入らんだろうが、我々は似た者同士ということだ。もし行き詰まったら火星に来い。せいぜいコキ使ってやる。火星だって結局軍からは追い出されたんだろ。ファイルーン襲来の上、あの星は地球連合に真っ先に見捨てられ、今なお復興もままならない。元連合軍将校として果たさねばならぬ責任があるのだ。相変わらず律儀だね。あの機体はどうしている。アスタか。偽装して裏に置いてあるよ。ほら。なんだと。全然わからん。へへ、だろ。ルーキスって便利だよな。彼女たちも懸賞なようで何よりだ。
実はあの戦いからずっとルークスの力が増し続けているらしいんだ。強振とかなんとか。初耳だぞ。問題はないのか。わからない。いずれは世界を作り変えちまうほどの力になってしまうかもしれない。そんなものを本人たちが制御していけるのかどうかもな。世界、それではまるで、まあこの先も何があろうと俺はありのままのあいつらを受け入れる。それだけさ。そうか、そうだな。そろそろ出発の時間のようだ。もう行くのか。いろいろとありがとう、提督。いずれまた会おう、ロイベケット。しっかり守ってやるよ。ようその。すでに関係各所のデータは改ざん済み。いやいやいや、そういうことじゃなくて。星空寻亲几多折，最终抱得美人归。完结撒花，简单的说下完后感吧。首先，日本动漫游戏文化中一直代表着力量的机甲 Xbraid， 然后 Xbraid 带着一把代表着使命与责任意义的大刀，刀碎之时即为使命结束之时，再加上父亲作为先知，罗伊作为智者，双子姐妹作为冒险者与对立者，他们的演绎给亲情做了诠释，以上元素就构成了这款游戏的故事。回到玩法上来，用 Lucis 锁定敌人，这个让我想起主机 SS 上的游戏超时空要塞。Xbraid 的大刀让我想起光荣的无双系列。难度在弹幕类游戏中不算难的，敌人的攻击主要分黄红两种类型，攻击主要是黄色的，而且非红色的激光和光球的黄色子弹，玩家都能通过子弹和刀把它抵消掉。另外与敌人本体的碰撞不会对玩家造成伤害，自然难度就大减了。本游戏我认为最厉害的就是游戏中美术特效、音乐及配音的演出，特别是序章满满的诚意，把我感动得热泪盈眶。不管是 Theo 救父亲那段，还是 Esto 表述自己为什么作为敌对方战斗的那段。不过图片故事叙述除了序章外，其他的就有些掉分了，给人一种感觉是序章是游戏开发完后追加的样子，这个我没调查过。本游戏的不足就是剧情了，首先是内容太短了，然后因为太短造成情节过渡的太仓促。 Esto 作为反叛人类的角色，在男主几句嘴跑下就被征服了，在没有情而下的巨大利益诱惑下能做出反叛人类决定，除了重构并相信这新的一套价值观，就是过于情绪化和被逼的。在第三、四章 Esto 的那些表述更像是前者，但到第五章就一下变成了后者，我只能理解成菲昂对 Lucis 的控制偶尔强偶尔弱了，最后血浓于水， Esto 被感化了，呵呵。可能在剧情方面我的要求可能高了点，但正是有这样的要求才表现出我很喜欢这游戏，不是吗？希望开发者以后能出个 DLC 强化下剧情逻辑。最后一点就是通关后的 Extra 包含了大量的故事设定的文字叙述，美术和模型的鉴赏也是满满的诚意好评。有美术和模型鉴赏的游戏不少，但有设定文档的游戏就不多了，至少我玩的游戏量是给我这样的感觉。好了，先说到这里，感谢各位看官的观看，我们下款游戏视频再见吧，拜拜。我在想下款游戏该录什么好呢。